上、従来型の堤防下、スーパー堤防スーパー堤防は高さに対して、堤体の幅が約30倍である。堤防沿いの建物などを移転させてから盛り土を施し、整地後に改めて建物を建築する。高規格堤防は、河川堤防の高さに対して、堤体の幅を長くしなだらかに堤防を整備する事業。スーパー堤防とも称される。 国土交通省事業と東京都事業とに分かれる。スーパー堤防発祥の地の石踏みと事業説明版腰水しても崩壊し決壊しないよう、裏の裏面を3%以内の緩やかな勾配としたものを高規格堤防という。堤防口を超えても緩やかに流下するため被害を最小限に抑える効果がある。1987年に建設省が事業として始め、 利根川、江戸川、荒川、玉川,川、淀川、大和川の五水系六河川区間約 873km の整備を対象とした。第1号として、利根川沿いの千葉県栄町矢口が完成した。その後事業見直しが行われ、河川下流部の 120km の整備に変更された。荒川下流部、玉川下流部、江戸川下流部、淀川下流部、 大和川下流部のみの整備となった。なお、利根川江戸川部分のかつて整備範囲だった堤防では、首都圏氾濫区域堤防強化対策として、通常堤防の強化が工事が続けられている。荒川中流部では、堤防の幅を拡幅する埼玉地区展が行われている。大阪市尻梨川の高規格堤防東京都では、隅田川、中川、旧江戸川、 新中川、綾瀬川でも高規格堤防整備を行っている。国の事業とは異なり、堤防の幅は最大50メートルに抑えられている。国の事業開始より2年前の1985年度より行われている。塩入り公園付近の隅田川高規格堤防が抱える課題として、工事期間の長さと莫大な費用がかかることが挙げられる。 後期確定防整備事業は予算執行調査等において22年4月の時点で事業着手から24年が経過し22年度当初予算までの累計事業費は6943億円要整備区間延長 872.6km に対して整備延長は 50.8km で整備率は5.8%であるこのままのペースで進むと仮定して 単純計算すると、完成までに400年、累計事業費、約12兆円を要するとされている。普及率が低い場合、堤防というインフラの性質上、高規格堤防と従来の堤防を混合して、運用すると、従来型の方に水が流れ被害が発生するので、一部だけ高規格堤防が存在しても効果は薄い。 ダムや高規格堤防を主体とした治水事業よりアーマーレビー工法やインプラント堤防を中心とした治水事業の方が時間も費用もかなり節約できるとしている。だが、いずれも国交省が後ろ向きだという。止水シートとアスファルトで堤防全体を覆い腰水と浸透を防ぐアーマーレビー工法については過去側など試験的に施行されているところもあるが、 被覆するために堤防内部の土砂流出の有無が確認できない等の課題があり、まだ研究段階で技術が確立されていないのが現状である。インプラント堤防は地中に鋼や板や交換部位など剛性の高い許容構造部分を地中に連続して打ち込んだ堤防である。海外での思考事例は多いものの、日本では国交省所管の河川堤防では土堤原則を理由に インプラント工法は採用されていない。ありがとうございます。